本当だ、4位にいる。ゆいにゃん大好き、ゆいな大好き。ギフトもありがとうございます。しんのすけさん久しぶりだ。相変わらず可愛いな。本当嬉しい、ありがとうございます。きよりんさん、大きめさん、まままっちゃんさん、しめじさん、こんばんは。さてんさん、今日も海の中、今日も海の中。つーちゃん、いいかちゃん、おーい。つーちゃん、おーい。中田田さん、炭酸せんべいさん、こんばんは。なっちゃんさん、チキ配信仕事中で多分見れないので先にありがとうと伝えておきます。ありがとうございます。もしよかったら誰かずーちゃんとなっちゃんさん来れないので画面録画か少しお願いします。明日島猫さん、フォローしました、ありがとうございます。本当だ、そうゆいにゃんをね応援してるよって言ってくれてるんだ。いつも配信見てるよって言ってくれるの。いっちーちゃんさん、やましんさん、ちくわドーナツさん、天使の絵の具さん、るいじさん、じとくさん、こんばんは。ゆいにゃんも星あげる、いい子いい子ゆいにゃんかわいくて優しくていい子。ディノッサさん、こんばんは。メールくんさん、ゆいにゃんがめっちゃキラキラ星投げてた、本当にありがとう。ゆいにゃん、あやちゃん、ゆいたん、こんばんは。今日も顔も声も天才かわいいね、嬉しい。あやちゃんこそかわいいのにありがとう。みっちさん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。ズッキーさん、仕事で見れなさそうなのでカキカキたくさんかわいいチェキ届くの待ってます。じゃあちょっと誰かザッキーさんのスクショお願いします。お仕事みんな頑張ってね。まっちゃんさん、こんばんは。まっちゃんさん、昨日も配信終わる直前にギフトいっぱい投げてくれてありがとうございました。タワーもありがとうございます。ケントクさん、こんばんは、こんばんは。タコタンさんも、こんばんは。アマヤさんも、こんばんは。チェキに時間あったら絵描いてほしいな。絵描きたいですね。描きます、描けたら描きます。いっぱいデコりたいなとは思ってます。美を知っているお嬢、あ、広島公園のですか。
ラペチーノさん、お疲れ様です。お疲れ様です。リゾートダイバーさん、こんばんは。ミンミンさん、ジェリーさん、こんばんは。リハクさん、トップガンさん、カズヤさん、大松さん、こんばんは。敵会は購入者とのエピを話しながらサインを書いていくといいよ。なるほど、わかりました。ありがとうございます。え、でもそうね、きっといつも知ってくれてる人が買ってくれてるよね。なんでシャチが好き？ちょっと気になる。シャチは可愛いし一番強いです。キングなので。ビッグウェーブさん、こんばんは。通勤急行通過駅さん、こんばんは。ガッチャンさんも、こんばんは。あやちゃん、ゆいたん、嬉しいこと言ってくれるね。あやたんこそ、ゆいちゃん、嬉しいです。いつも嬉しいこと言ってくれてありがとうございます。イケピスさん、イケピスさん、こんばんは、こんばんは。カチュさんも、こんばんは。濡れてないようには見えないよ、気にさせちゃってごめん。全然全然、そんなそんなそんなつもりじゃ。大丈夫です。スーちゃん、ありがとう。ちくわドーナツさん、やったやった。嬉しいちごになりたいのおさん、こんばんは。 STU 大好き北海道さん、初見マークがついてない。カズさん、こんばんは。島田太郎さん、青鬼くんさん、ヤッシーさん、クチャンスさん、中野さん、こんばんは。初見さんだ、中野さん。あ、ゆうかさんでいいのかな。ゆうかさん、こんばんは。知ってる、ゆうかさんな気がします。10枚目発売が僕隊の次の日になったね。そうか、15か、14、15か。なっちゃんさん、チェキにいい感じの絵描きお願いしますね。わかりました。え、どんな絵描いてほしいとかありますか？みんなどんな絵を期待してますか？ゆうかで合ってます。え、あやみちゃんのゆうかさんですか？なっちゃんさん、あ、違う、たりまつんさん、あいかさん、こんばんは。あいかさん、初見だ。こんばんは、嬉しい。さったんさん、俺もアポロ好きだよ。アポロ美味しいよね。いちごチョコおいしい。あ、はるさんだ。はるさん、嬉しい。こんばんは、こんばんは。はるさんもチェキ申し込んでくれてるかな。ベネさん、キーワイさん、キコリさん、ヒガッチさん、アシドシさん、こんばんは。ミータもキングになりたいね。クイーンじゃなくてキングに。トマさん、こんばんは。キコリさん、水族館にいるみたいだね。シャチは水族館にいますよね。
ントのエピソードを喋りすぎてリンコさんは4時間かかったことがある。制限時間とかないんですかね。すごい。でもやっぱり人気だからたくさん各地域もあったのかな。大事ですね。入ります。元気さんこんばんは。強運のゆきさんもこんばんは。メイくんさん、芋を素手リア中に選ばれなかった時のとこが可愛かった。見てくれてありがとうございます。嬉しい。可愛いって言ってくれてありがとうございます。リンゴさんこんばんは。今日うねゆきさん可愛いね。本当嬉しいです。ありがとうございます。あずきみかんさんこんばんは。あずきみかんちゃんこんばんは。あやみちゃんだ。今日もお疲れ様だよ。今日もお疲れ様だよ。ありがとう。嬉しい、みんな来てくれて。クリオさんこんばんは。ほう先輩もサイン会の時ずっとファンのことを話した。シロウさんこんばんは。キコリさん、チキ楽しみにしてます。嬉しい、持ち込んでくれてたくさんカキカキします。はい、かわいいチキにします。ヒラリンハットさんこんばんは。ボンちゃんさん、インターンの自画像かな。なるほど、自画像とか、なるほど。あ、ゆうかさんそうです、嬉しい。そうです、海の中だから魚かな、魚かな。囲碁の海賊さん、いさなこさんこんばんは。猫のイラストとか、あ、いいね、猫のイラスト。エビちゃんさん、イーターが描くものなら何でもいいよ。嬉しい、ありがとうございます。クリオさん、得意な絵は何ですか。得意な絵は何だろう。でも動物の絵とか描くのが好きです。何描いてくれても嬉しい。ずーちゃん、私も嬉しい、ありがとうございます。たかひろさんこんばんは。かとぶさん、ゆうちゃんずさん、かとうさん、さたんさん、どうさんこんばんは。さたんさん、今日もかわいいたましまし、嬉しい。あ、ゆいたん、しーちゃん大丈夫だよ、大丈夫。でも、うん、悲しい思いをしてる人はきっと他にもいると思うので、みんな大変だったので、またみんなで頑張ります。HKT23 さんこんばんは。福岡のお話し会も追加で申し込んで達成してよ。ありがとうございます。キコリさん、福岡サンタさんなので、たくさん話できたら嬉しいな。サンタさんだよ。ウニさん、ドゥイさん、レイブンさん、黒白さん、トキチギのスーさん、タカちゃんさん、ダイさん、イシちゃんさん、こんばんは。藤玉さん、初見さんだ、こんばんは、嬉しい。後ろ、螺旋っぽいですね。螺旋さんっぽいですか。確かに綺麗な絵
みどりさん、もふもふすきーさん、こんばんは。今回の積算委員会は1人60から90分くらいかな。3期生は申し込み数にもよるけど。なるほど、そうなんですね。じゃあなるほど、時間をかけすぎないようにしなきゃかもしれないですね。ちょっとマイペースには難しいサイン会かもしれないです。まあ希望を聞きつつ、イータンのやりたいようにすればいいよ。ありがとうございます。ヨッシーさん、ももにゃんさん、こんばんは。元気送っとく、嬉しい。私もおじいちゃんに元気送る。浦部さん、ちらちら、こんばんは。ベストを尽くすだけで十分です。自分を責めすぎないでください。ありがとうございます。マッツンさん、かなうとかいうのはスタッフからも気が入ってた。あ、そうなんだ。じゃあ後ろの人が、ね、申し込んだ順なんですかね。後ろの人が時間がなくならないようにほどほどにしますね。ほどほどにちゃんと時間配分気をつけたいと思います。次回リアタイできないけど届くの楽しみにしてる。じゃあ誰か、あずきみかんちゃんのチェキのところもスクショお願いしますありがとう、かわいいチェキにするね。申し込んでくれてありがとう。目黒のこうじさん、こんばんは。チェキは当日に取るの？そうだね。直樹さん、こんばんは。かなはマイペースだから薪の指示が。そうなんだね、薪が入っちゃうのね。直樹さん、こんばんは。チェキサイン会楽しみにしてます。え、ひろきさん、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、本当にみんな。チェキ、私もチェキ楽しみにしてます。初チェキ会、チェキサイン会。ひこりさん、イータンのゆったりした雰囲気が大好きだよ。嬉しい、ありがとうございます。そう言ってもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます。ダンスーさん、こんばんは、こんばんは。最近来てくれて嬉しいです。ソーリさん、こんばんは。チヨチヨさんもこんばんは。ブリオさん、今日の一言お願いします。難しい、今日の一言なんだ、今日の一言はちょっと思いつかないんですけど、さっきニュースで明日はなんかもう雪が降り始めるみたいな言ってて、寒くなりそうだなって思いました。私的今日のニュースです。つよつよさん、イータン遅刻した、全然で始めたばっかり。ありがとうございます、いつも来てくれてありがとう。あゆたみさん、きくちゃんさん、こんばんは。もうチェキの準備しましたよ。あとは考えるだけです。銀河さん、こんばんは。やっさん、リンクしてほしい、どうしよっかな。また
書タイムにしよっかな。STU48 星さん、ひらつぐさん、こんばんは。アイスレモンさん、こんばんは。こんばんは。黒コーデも大人っぽい。ほんと？今日は黒です。イエイ。同期に年齢不詳って言われた。ゆいたんは年齢不詳だねって言われました。でも17歳くらいに見えるって言われました。そう、前髪もちさん、こんばんは。あやみちゃん、今日も可愛い大天使だよ、嬉しい。あやみちゃんも大天使、ありがとう。えいりゅうさん、こんばんは。まだ人生で雪を見たことがない。雪、そうなんですね。香港？香港って雪が降らないんですか？そうなんですね。全然無知で申し訳ないんですけど。もう私も関東はあんまり、関東というか東京はあんまり雪が降らないので、そんな冬に日常的に見るわけでもないですけど。広島って雪降るんですかね。広島の冬をまだ冬、広島での冬を過ごしてないね、過ごしてないので、どんな気候なんだろうってユイニャンと話した気がします。ミステリアス美女的な、あり、ミステリアス美女素敵な響き。ヒットグッドさん、こんばんは。こんばんは。今日も来てくれてありがとうございます。大人っぽいけどね、よかった。買った。平津さん、中3っぽいですか。ちょっとだいぶ前なんですけど多分現役の JK って言っても信じるかも。 JK で通りますかね。あ、ブラックさん、こんばんは。こんばんは。てくれてありがとう。くゆきさん、リアチューと同い年って言われても信じる。え、リアちゃんと仲良しだからかな。でもリアちゃんが大人っぽいもんね。同い年くらいの感覚で私も喋ってます伊佐中さん、福岡のツーショット楽しみです。よろしくお願いします。おしまし、お願いします。福岡楽しみに私もじゃあしてます。ありがとうございます。ヒータンの僕隊楽しみにしてる。嬉しい、頑張ろう頑張ろう、早く寝れるように頑張ろう。もうちょっとまだ出演メンバー決まってるわけじゃないんですけどね、早く出れるように頑張ります。舞台始まったら月何回くらいあるんだろうっていう話を最近同期でしてたんですよね。月
月1、2回会って2回かなみたいな。夏の瀬戸内ツアーと同じような感覚で思ってていいのか気になる。グスロリコーデとかも似合いそうな予感します。本当ですか？黒が今日の黒から思いましたか？どちらかといえば童顔かも。マジ？そうなのかな。どちらかといえばね、どちらかといえばどうなんだろう。こんばんは。水槽の中から配信なんですか？海の中からです。みんなギフトもありがとうございます。つよつよさん、くるしろさん、たくさんハートありがとうございます。キュンキュン。モッチさん、ヘンダーソーさんもたくさんハートありがとうございます。キュンキュン。ブラックさん、ラブレターありがとうございます。ドキドキ。マサさん、お花ありがとうございます。可愛さと美しさが同居してるから年齢不詳なのかな。嬉しいなんかでも同期にはなんか多分なんかその私の雰囲気の問題ぽかったです。なんか結構ダンスの先生とかにもヒータンできるかなーって心配されたりするのでちょっとあんまり年上メンバーっぽくないですよね多分。赤ちゃんみたいにチルチルに可愛いからかね。嬉しいありがとう。広島北部は雪積もる。そうなんだ。スカイツリー数年前行ったけど第一印象でかって思いました。スカイツリーを登ったことないんだよね。
リーですよね。つかちゃんさんこんばんは。ももにゃんさん北の方は降るよ。ひろつぐさん広島雪降るよ。そうなんだ。たまに降るよ。10センチくらいが年に2回くらいかな。そうなんだ。じゃあ東京よりは降りそうですね。香港で冬の時最低気温は9度しかない。9度もあるだわ。あったかいんだ香港は。都内は5センチ積もったら大騒ぎだよね。ほんとなんかもう大騒ぎですよね。交通機関も5センチ積もるなんて言ったらもう学校だったら休校です。さんさんこんばんは。こんばんは。マッツンさん、マッツンさんめっちゃかわいいドクマのタワーだ。ありがとうございます。本当に本当ありがとうございます。昨日もタワーくれたのに。緑にしよう。さんめっちゃかわいいと熊タワーありがとうございます。買っちゃおうかな。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。とっても嬉しいです。とっても感謝してます。ありがとうございます。本当に昨日も終わり際ありがとうございました。ふゆゆさん、みーさんこんばんは。ひろつぐさん、かべすめちゃんは自転車乗ったことありますか？あります。もう何年も乗ってないですけど乗ったことあります。
つよつよさん、ずっとハート投げてる。つよつよさん、本当にハートありがとうございます。いっぱい投げてくれててありがとう。本当ハートでタワーができそうなくらい投げてくれてるよね。ありがとうございます。つよつよさん、キュンキュン、本当にありがとうございます。ありがとう、本当に10個ずつ投げてくれてありがとうございます。またちょっと昨日も言ったんですけど、イベント終わったらイベントありがとう配信します。たくさんありがとうございます。本当にマッツンさんも教えてくれてありがとうございます。猫舌監督さん、こんばんは。青木地さん、こんばんは。大松さん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。長谷川さん、よしとさん、このことは読めないな。みんなこんばんは、こんばんは。仕事で行くまで知らなかったけど、広島は結構寒いよね。そうなんだね、広島は寒いらしいです。雪も降るらしいです。ベイダスポーツさん、ミッキーさん、こんばんは。タコタンさんもこんばんは。雪に降られすぎて転んでかな、なんだろう、大怪我したオタク。え、そうなん、雪なんか、雪積もるならまだいいけど、ちょっと積もってその後雨になったりとかするともう凍るじゃないですか。それ結構危ないですよね。たぶちまちゃん、スノボウェア姿とかも可愛い予感。スノボします。イベント早くもここまで来ましたね。もうすぐ終わっちゃいますか。終わっちゃいますよね。確かに早くもここまで来てしまいました。早いですね。やっぱり美人さんですね。ありがとうございます。そんなそんな、一応謙遜しとくみたいなありがとうございます。もしかしてマジのアクアリウムが家にある。いや、想像にお任せしますこの静かな時間も好きなんよな、嬉しい、いつもありがとう。本当に変装層さんもだ、ハートつよつよさんもいっぱい投げてくれててありがとうございます。キュンキュン、たくさんありがとう。かしんさん、まあ太郎さん、こんばんは、こんばんは。自転車の CM とかもオファーあったらいいね。爽やかで可愛いこと間違いなし。自転車の CM、 自転車に乗る CM、 なるほど、オファーあったら良いですかね。なんかオファーしてもらえるように頑張ります。ビンゴの神さん、こんばんは。ユミコさん、こんばんは。トシサさんも、こんばんは。
水槽あるのどうでしょうか。コウジマルさん、初見さん、嬉しい。こんばんは、こんばんは。この可愛さもっと見つかれ、見つかるように皆さん布教してください。たくさん布教してください。可愛い写真があったら布教してください。全然 SNS で発信してくれても嬉しいし、なぜ自分たちはあの SNS がないので、全くではないけど、あのあんまり配信できること、発信できることがないので、もう嬉しいし、お友達に紹介したよとかでもすごく嬉しいです。いつも皆さんありがとうございます。広島雪降るんか、広島雪降るんか。アットンさんは広島県民じゃないんですか。ロンリーボーイさん、こんばんは。初めて配信見に来たかもしれません。確かに初めて見る気もするんですけど、初見マークがついてないから初めてじゃないかもしれないですね。東京と大して変わらないよ。そうなんだ。背景は海の中だよ。凍って滑っていててって言ってそう感ある。なんかアニメっぽい。坂で地面凍っててこけたことある。痛そう。坂は危ないですね。私スケートしたことありますよ、普通に。雪を滑るで思い出しました。やいたん、本当に熱帯魚飼ってそう。飼ってそう。ネオンテトラとか可愛いですよ。熱帯魚飼うならおすすめです。凍結すると車通勤は困るんよ。そうですよね。ひてなまさん、こんばんは。初見さんだ、こんばんは。コメントしてくれてありがとうございます。一応謙遜流行語にしたい。一応謙遜流行語にしてください。タイムラグがありますね。私田舎暮らししてるのですが、冬はマジ無音よ、無音よ。見るの2回目ですが、 AKB48 の岡部凛さんの声に似てますね。よく言っていただくんですよ。すごく嬉しいです。ありがとうございます。リーカちゃんのルームフォローお願いします。ブラックさん、いつもありがとうございます。ウムさん、こんばんは。アッサムさん、初見さん、嬉しい。こんばんは。リータの声も可愛くて好きだよ。ありがとうございます。瀬戸内サイクリングロード、サイクリングロードがあるんですか。海が見えるところとか自転車したら楽しそうかもしれないですね。つよつよさん、本当にずっとハート投げててくれてありがとうございます。いつもありがとう、つよつよさん。キュンキュンです。またチェキ会もかな。だけどお話会とかお話できたり、会えるの楽しみにしてるよ、つよつよさん。ありがとうございます。ひなたさん、ひなたさん、しんじさん、たんきさん、ぽんぽんさん、こんばんは。絶対に試したくない運動ある？絶対に試したくない運動はないんですけど、私的に、なんか仕事とかであっても NG だなって思うのは、というかまあできないからなんですけど、大縄跳びとドッジボールです。
もう仕事 NG かもしれないです。私は苦手意識がすごすぎて。グリオティーヌさん待ってたよ、ありがとうございます。なっちゃんさんハートありがとうございます。ピータさんお花ありがとうございます。ガッチさんハートありがとうございます。りょうさんもハートくれてた、ありがとうございます。きこりさんも待ってたよ、ありがとうございます。銀河さんハートありがとうございます。ひろきさんお花ありがとうございます。ビッグボスさんもお花ありがとうございます。ちゃんと届いてます。皆さん全然終えてなくてすいませんでした。たくさんありがとうございます。変な操作もハートありがとうございます。皆さん右上のハートをクリック。もしよかったら初見さんまた配信見に来てほしいのでハートをクリックしてください。しんしんしんくんさんと AB さんもハートありがとうございます。ガッチさんこんばんは、こんばんは。ひろつぐさん3期研究生 X とか解説されるといいね。スレッズはあるのでスレッズは皆さんぜひフォローお願いします。あとは 2.5 期生さんの YouTube も皆さんチャンネル登録っていうんですかね、 YouTube しましょう。自分は大阪府民なので西日本は雪が降らないと思ってました。そうなんだ、大阪なんだ。確かにそんなに気候変わらなさそうって思うのに。確かに。ずっとスクショしよう、毎日かわいいかわいいターンを記録、嬉しい。てっちさんごめん今来たよ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ちよちよさんハートありがとうございます。グリオティーヌさんこんばんは。音が聞こえない静寂的な感じ、良い山の中。そうなの、なるほどね。確かに冬は静か。サッカーは大変だと思う、90分常に走らなければならない。あーそうね、90分確かに大変かもしれないですね。全然日にならないと思うんですけど、私持久走とかシャトルランとか、あとはなんだろう、バスケの試合でずっと走ってるとかは意外と大丈夫かもしれないです。海の中だから時差あるのは仕方ないね。確かにそうだね、ありがとうございます。ブラックさんタワーありがとうございます。ブラックさんタワー嬉しい、ありがとうございます。さんでいいかな、ラックさん。わあ、ありがとう。
さん、タワーありがとうございます。いつも配信にも来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バンジー来たら行きますか。バンジーもやばいですね。ちょっと考えます時と場合によりそうです。普段筋トレとかしてるの？してるよ全然そんなジムとかじゃなくてレッスンでとかやったりみたいな。大したことはしないですね。ドッジボールは楽しくないですね。私ドッジボール楽しいと思ったことないんですよ。昔は逃げるの得意だったんですけど、ちょっと今は自信ないのでドッジボールしても楽しめないどころか活躍もできなさそうだし苦手ですね。俺もどっちは苦手だか だわ。逃げるだけだよね本当に分かれるよね、ドッジボールって。多分好き嫌いが一番分かれるんじゃない。陸上競技のやり投げやってみたい。楽しそう確かにやったことないスポーツやってみたいかも。何棒高跳びとか面白そうNG があるんですね。勝手に言ってます勝手に自分的 NG くらい苦手なスポーツという意味です。ジョレイさんこんばんは。クラコン出てほしいな。痛いですね。福ちゃん、すさん、しおりさんこんばんは。スノボ歴どれくらい。そんなに そんなにです。でもなんか意外と怖いもの知らずなんで勢い出して滑っちゃうタイプです。最近覚えた難しい言葉を教えてください。最近覚えた難しい言葉ですか。なんだろう。特に思いつかないです。最近知らなかった言葉に出会えてないかもしれないです。持久力あるんですね。そうですかね。持久力でもすぐ疲れますつよつよさんのハートが止まらない。ありがとうございます。じゃあつよつよさんにも書こう。
藤さん、麹丸さん、ゆきえさんだ。ありがとうございます。怖いの得意なの？怖いの得意かな。怖い話とかはしちゃいます。する側だしする側っておかしいです。する側なんですよ。別にホラー映画とかも見たことはあります。貞子とかは見たことないです。心霊体験に会ったことがあるんで、そういう話をします。岡山の公園でもメイクさんに髪の毛してもらってる間、お化けの話してました。お化け屋敷は行ける方ですか？お化け屋敷、私暗いところが無理なんで、お化け屋敷は無理なんですよね。突然人間に驚かされるなんて無理です。つやつやさん、いっぱいハート書いた。いっぱいハートくれるから、つやつやさん、ハートありがとうございます。嬉しい。キュンキュンです。とてもオレンジで書いたから薄くなっちゃった。ありがとう、ありがとうございます。つやつやさん、本当にハートが止まらない。すごく嬉しいです。ありがとうございます。どっち逃げしたぜです。そうですよね、私もです。逃げてたぜです。ボールキャッチしちゃったり、転がってきたボールが自分の方にあったもんなら、もう外野にパスしかできません。どっちでゆうたん回ります。嬉しい。下かさん、守ってください。ありがとうございます。毎シーズン滑りに行く？いや、行けてないんですよね。数年前はというか、コロナ前は割と毎年行ってたんですけど、行けてないので行きたいですね。今年こそ冬休みに行きたいな。たくやさん、こんばんは。確かにドッジボールって不得意ではなかったが、楽しいと思ったこともない。楽しくないよね。共感できて嬉しい。ツッキーさん、こんばんは。ハートタワー目指すはず、頑張ってよつよさんって。ハートたくさんありがとうございます。本当にありがとう、つよつよさん。そうなんだ、20年くらい忍ばしてないからもう滑れないかも。私ももう滑れなくなってるかも。大人になってからドッジボールやったら、親指突き指してちゃんと曲がらなくなった。え、治った？突き指しますよね。ドッジボールで骨折する人とか小学校の時いましたもん。モリオさん、マイスクさん、こんばんは。サタンさん、どうでしょう。見えそうですか、私。英語で読めない。こんばんは。お化け屋敷でゆいたん守ります。石高さん嬉しい。石高さんにじゃあついていきます。真後ろに隠れて、
ほうさん、リアクションロケだと使ってもらえそうね。いいリアクションします。じゃあ使ってください。誰か私をリアクションロケに使ってください。ドッキリとかも かけられたいです。ドッキリの仕事したいです。なんかほんとドッキリグランプリとか見るのも好きなんですよ。かけられてみたいです。でも私すごいすぐ人を疑う人なので、リアクション薄い可能性もあるんですよね。戦慄迷宮行ってみて。一人じゃ行かないよ。お仕事で。じゃあ待ってます。戦慄迷宮に行くお仕事カメラ持って行きます。青のりさん、ひでゆきさん、とりらさん、こんばんは。一緒にドッジボールをする機会があればきっと守るよ。絶対守ってでもしーちゃんを前に立たせられないよ。やすさん、こんばんは。どっちで突き指よくしてたわ。危ない。明日の初チェキよろしくです。恋してカブさん、本当に嬉しい。ありがとうございます。よろしくです。こちらこそ。聞いたことない大声でリアクション取ってほしい。悲鳴が。サタンさん、ビリビリとか大丈夫そう。あ、ビリビリ大丈夫かな。うん、わかんないです。ビリビリは。じゃあ、でも興味はあります。落とし穴とか。あ、落とし穴はちょっとやだなドッキリ好きなんだ。少し意外。ドッキリ好きです。でも見るのが好きなのかもしれないです。水曜日のダウンタウンっていう番組あるじゃないですか。そういうのも好きです。見るのが好きなのかもしれないです私は寝起きドッキリはダメですね。 NG にします。 NG 絶対ダメです。ビッグウェブさん、ちらちら、こんばんは。前回のイモースのリーチみたいに初っ端からミスって声を上げれば爪痕はなくせます。確かにリーチめちゃ確かに。チェキ明日だったのか。仕事早く終わらせて待機しなきゃ。そうなんですよ、チェキ明日の18時かな。なので皆さんお忘れなく、お忘れなくです。もちさんもチェキありがとうございます。トゥルーブルーさん、こんばんは。ドッキリグランプリ出れたらいいね。出たいですね出たいです。いつも見てる番組出たいです。じゅんいちさん、こんばんは。寝起き NG なんてもったいない。自由ありそうなのに。いや、ダメでしょ。アイドルの寝起きはダメですよ。こういう時だけアイドルブル
しいさん。今日はもうしーちゃんとか言っちゃったの。しーちゃん。薄くなっちゃったかな。ちょっと待ってね。めっちゃ下向いててすいません。お化けタワー、まるまるだよ。めっちゃ文字が薄くなっちゃった。ギリギリ見える？ありがとう。ジェイジさん、ハートありがとうございます。私毎朝ラビットつけてるんだけど、ゆかちゃんビリビリの椅子やってみてほしい。やりたい。興味津々。やりたい。私もラビットたまにじゃ、たまにって言ったらよくない？見てます、ラビット。アッキーさん、かわいい、ありがとうございます。お話し会の決済は19日木曜日までですよ。
お話できませんよ。ご飯さんありがとうございます。お話し会申し込んでくださった方、第2再販ありがとうございます。決済お忘れなくね。お願いします。皆さんありがとうございます。いつもは学校でしかないです。寝起きは通り向くと困りますね。和平さん、初見さんだ、こんばんは。こんばんは。明日の地域会の時間はビスオーディション配信時間に入るんですか？え、誰か分かる方いますか？今日のメンバーとかどうだったんだろう。次期会参加できないけど写真会行くから。佐藤さんありがとうございます。あ、しーちゃんありがとうございます。みんなも一生懸命イベントするから私も少し助ける。ありがとうございます。チューキンさん、ヒロさん、クニちゃんさん、タクヤさん、こんばんは。入ってるよ。だってそうなんだ、入るらしいです。1時間にちよちよさんもハートタワーできた感じ。そうなんだ、ありがとうございます。ちよちよさん、千代千代さん、ハートタワーありがとうございます。すごいハートタワー、たくさんいっぱいハート投げ続けてくれてありがとうございます。ありがとう、ハート、ハート、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちーたん頑張ってるから俺もありがとうございます。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。たくさん頑張ってくれてありがとうございます。店員さんありがとうございます。応援しに行きますね。ありがとうございます。バレントさん、はい、初見さんで海外の方だ。はい、ハロー、みんなありがとうございます。てやつやさんとお疲れ様です。今日のかなうのサイン会配信中もイベントのバナーでしたね。そうなんだ、じゃあ18時から明日は配信します。1時間ハート1万回クリック、え、すごい、
ありがとうございます。え、すごい、1万回クリック数か。え、すごい、1万ありがとうございます。本当すごい、ありがとうございます。ファンの鏡つやつやさん、ありがとうございます。本当にいつもたくさんありがとうございます。英語話せたのか。いや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 、全然ですよ。みーたんは英語を読むことができるの？いやー、どうですかね。多少？義務教育レベルかもしれないです。全然自信はないです。グリーンさん、瀬川さん、こんばんは。こんばんはってもう一回押しちゃうだけか。来てくれてたもんね。つよつよさんの指は大丈夫？心配してあげてる。大丈夫です、よかった。ありがとうございます。よかったです、よかった、大丈夫でよかったです。嬉しい、ハート1万回もハートを届けてくれてありがとうございます。たくさんキュンキュンでした。つよつよさん、ありがとうございます。たんさん、せんべいさん、ひろきさん、はるおさん、さよっちゃさん、よっちゃんさん、だいさんも、とっしーさんも、あ、お花ありがとうございます。とっしーさんハートか、ありがとうございます。いっちーちゃんさん、だるま、ありがとうございます。みーたんは成績良さそう、学力テスト楽しみ。ちょっとラグ、なんだ、勉強してから時間が空いてしまってるので不安ですよ。勉強しようかな。勉強しようかな。英検持ってるとか？え、英検持ってたらアピールになる？全然、でも大したの持ってないや。日本の学校は英語を学ぶ必要ないの？英語はもう12年間英語やってましたよ。いつの間にか苦手でした。リクくんさん、お疲れ様です、お疲れ様です。 SKM さん、こんばんは、こんばんは。多少ならいいな。多少とか言っちゃった、全然だわ。私も全然だよ。お姉さん、英語、高校の英語教師だったけど、すごい、高校の英語教師はすごい。教えてもらわなきゃ。今バイトから帰宅しました、お疲れ様です、お疲れ様です。ひでたさん、こんばんは、こんばんは。石高さん、ハートありがとうございます。まっちゃんさん、レインボースターありがとうございます。はたおさんも、お花とギフト、お花とハートありがとうございます。英語は大学入ってどんどん忘れていってる。え、大学は外国語何勉強してるんですか？なんか勉強してますか？私友達がドイツ語勉強してて教えてもらったんですけど忘れちゃいました。忘れちゃいました。
今大学でスペイン語を勉強しているので日本語を学ぶのがいかに簡単かを実感しています。スペイン語の方が難しいんですか？第二外国語はドイツ語やってます。そうなんだ、友達と一緒だ。ドイツ語少しですが、キラキラ星どうぞ。キラキラ星も皆さんたくさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日も美しいな。全然ありがとうございます。一応謙遜しておきます。ありがとうございます。お姉ちゃんが教えるのを諦めるくらいひどいと言っておく。難しいですよね。なんかねえ、英語日常的に触れる機会がないと難しいですよね。なんか海外のドラマ見るのが好きとかで、翻訳がないやつとかを見てる子は得意だなって思います。勉強しよう。じゃあちょっとまだ12時じゃないんですけど、もうそろそろ配信終わらせようかな。難すぎる。動詞の変化は6つあります。あ、難しそう。スペイン語、スペイン語ってわかんないかも。思いつくスペイン語がない。カランクロンさんこんばんは。イヒバベフンガとアイネビテビアしかドイツ語は覚えてない。え、どういう意味？イタリア語はペペロンチーノしか知らん。なんだっけ、なんていう意味だっけ。なんていう意味だっけ。私もなんか、なんか聞いたこと。ペペロンチーノってなんとかって意味なんだよって忘れちゃった。キムさんハートありがとうございます。アザワエイさんも、恋してカップさんも、変な操作もハートありがとうございます。ダンサーセミさんお花ありがとうございます。サワイさんこんばんは。イルカフグさんはじめまして。はじめまして、初見さんありがとうございます。イタリア語はサイゼリアしか知らない。え、サイゼリアってイタリア語なの？韓国語わかる？なんかあのお話し会に韓国の方とかいらっしゃって、チョアとかアンニョンみたいな。ちょっとでもないくらい。ちょっとコマを、勉強しよう。ドイツ語、バームクーヘン？バームクーヘンってドイツ語なの？でもお菓子の名前ってドイツ語が多いかも。フランス語とドイツ語が多い、お菓子の名前は。青のすみかさん？そう、字幕の洋画で覚える。私の友達もそういう人いた。やっぱりそうなんだよね。聞いて覚える。うん、やっぱ日常的になんかそうやって
映画見たりとかしないとあんまり覚えないですよね。あとさ、唐辛子って意味よ。そうか、ペペロンチーノ唐辛子って意味か。なるほど。日本語でさえ方言で話されるとわからないのにかな。そう、でもあの英語もさ、英語に限った話じゃないけど方言とかありますよね。イギリス英語だとか。お、それは方言なのかわかんないけど、でもなんかそういう同じ外国語でも多分方言的なものはあるんでしょうね。最近外国語が話せるメンバー増えてきたよね。え、そうですよね。あの18期の荒井沙耶さんとかもだっけ、なんか英語なんだっけ、外国語話せるみたいに言ってた気がします。言ってましたよね、多分。大事ですね、言葉が話せるって。私もちょっと勉強したいと思います。そう、話し会とかにやっぱり海外の方とかも来てくれると思うので、インドネシアの方とかもいらっしゃったかな、いらっしゃったんですけどね。やっぱりいろんな方に知ってもらえたら嬉しいし、来てくれた方とお話できたら嬉しいから、みんな会いに来てくれる側の方が日本語を覚えてきてくれるけど、私もなんか話せたらいいなと思うので勉強しようと思います。でも外国人に道をどうやって服を買うか聞かれたら英語で答えようとしますか。そうですね、え、なんかそうやって道を教える授業ありましたよ。ヨッシーさんこんばんは。つよつよさん、通りすがりの方、よろしければキラ星よろしくお願いします。よろしくお願いします。イタリア語おきどき、マダムさんこんばんは。サトピさんこんばんは。18期はサエさん、荒井サエさんは英語とフランス語も少し話せるよ。そうだ、フランス語だ。すごい素敵、フランス語。18期の成田小日奈さんは韓国語を話せる。そうなんだ、すごい。すごいな、私も話せるようになる外国語あったらいいですね。コミュニケーション取れたら楽しいよね。楽しいですよね。国際化計画、ほんとグローバルに。受験英語しかできないから英語話すのむずいよね。あー、私もなんか英会話の授業とか取ってたりしたんですけど、なんかもう結局なんかニュアンスで伝わっちゃうみたいなところがあってしまってって思いました。あとはなんか旅行で使えたらとか思ったこともあるんですけど、Google 翻訳があるしって甘えてしまうんですよね。ということでちょっと順次になっちゃう。ライブランキング男女を読みします。13位炭酸せんべいさん、12位グリオティーヌさん、11位いっちーちゃんさん、10位シロさん、9位ビッグボスさん、8位ひろきさん、
7位ダイさん、6位大政さん、5位キコリさん、4位 C さん、3位ちよちよさん。パチ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 、ハートタワーありがとうございます。2位ブラックさん、パチ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 、タワーありがとうございます。ありがたわ、ありがとうございます。1位マッツーさん、パチ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 、ありがとうございます。クマタワーとめっちゃ可愛いタワー、ありがとうございます。またね、バイ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 、ありがとう、またね、ありがとうございます。来てくれて皆さん、パチパチもありがとうございます。パチパチ、ちよちよさんもパチパチありがとうございます。ちよちよさんこそパチパチです。おやすみ、おやすみ、ありがとう、ありがとう。絶対予報テーズで海外ツアーしたいね、したいですね、とてもしたいです。海外でライブできるようになりたいです。もっと大きなグループになれるように、自分も貢献できるようなメンバーになれるように頑張りたいです。お疲れ様、みんなありがとう。ゆっくり休んでね、みんな、こちらこそ、みんなゆっくり休んでね。私はゆっくり休みます。ありがとう、ありがとう。明日よろしくお願いします。こちらこそ、ぽんちゃんさん、ありがとうございます。そうなんです、明日は式配信が18時からあるので、チェキを買った方は忘れなく見ていただきたいのと、あとなんだっけ、あのチェキは買ってなくてもぜひ、はい、よかったら私の私の顔を見に来てください。キコリさん明日よろしくね、楽しみにしてるね、ありがとうございます。また明日ね、バイバーイ。スクショタイム、おやすみ、おやすみ。チェキ配信は見ていればいいのですか。そうですよ、チェキ配信、チェキ配信します。B48 さんの黒島さくらさんは3時間以上配信してた。そうなんだ、イベント参加してますもんね。私も配信 しなきゃします。明日も応援してる。明日もチキサイン会もな、多分イベントに入ってしまうようなので、よかったらキラ星とか投げに来てくれたら嬉しいです。おやすみ、おやすみ、ありがとう、おやすみ、バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみなさい、いい夢見てね、いい夢。